日本放送が3月14日、同局にて、オールナイトニッポン2024年度ラインナップ、発表記者会見を実施。4月1日からのラインナップを発表し、各番組に新たなパーソナリティが加わることを伝えた。オールナイトニッポン2024年度ラインナップ発表。4月1日より、オールナイトニッポン、毎週月から、土、25時から27時には、月曜日に、山田裕貴が加入。オールナイトニッポン X、クロス、毎週月から、木、24時から24時58分には、月曜日に、北に達也、火曜日に、高橋文成、木曜日に、日向坂46の松田よしみ花が加わる。また、オールナイトニッポン0、毎週月から、木、27時から28時30分、金、銅、27時から29時の最終土曜パーソナリティは、お笑いコンビアーレンズ、奈良原真希、出井淳之介に決定した。同会見には山田、北に、松田、ヤーレンズが出席。高橋は VTR にてコメントを寄せた。